こんばんは、まさしです。そうですね、一言ありがとうございますとね言わせていただきましょうか。登録者の方がね1万人突破しました。うわーやったーいや俺このさ、こう行くと思わなかったわマジで。今回後付けでねやってるんだけど、ちょっとね昔使ってたキャラ順番に3試合ちょっとねお送りしながらちょっと話せたらなと思いますね。いやーってさ、俺このゲーム始めたんね、10年と3ヶ月前なんですよ。あの、歌復刻ぐらいから記憶があるんですけどね。まあ、その時からやって、まあ、10年と3か、4ヶ月か。俺、ログインが確かね、1万と120とかだったんですよ。まあ、だから、まあ、こんなもんですね。結構やってるんで、やっぱプロとしてね、結構その、長いことやってきたんですけど、いや、なんか、こうですね、もうちょ、なんか、どうなんだろうね。120で、1万っていうのは、多いのか、早いのか、遅いのか分かんないですけど。まあ、ちょっと、正直、1万に行ったのは嬉しいんですけど、いやっすね。なんでかって言ったら、ね。バッテリーが、おい、バッテリーしっかりしろよ、お前、俺。1万に行ったらさ、なんか、箔がつくんですけど、まあ、1万っていうキリがいいね。動画の再生数が1万、なんか、来てたら、なんか、ワコみたいになるな。いや、嫌なんだよな、マジで。恥ずかしいからさ、マリオとかさ、お前、出してる、バカにされたからな、本当に。お前、バカにしやがってよ。まあまあ、そんな感じでね。まあ、これからもやっていきたいと思いますけど。まあ、正味、俺がすごいっていうのが、まあ、大前提としてあるんですけどね。まあ、いつもね、俺のことを見てくれてるね。まあ、お前ら、皆様、本当にね、まあ、ありがとうございますと、一言言わせていただきます。ありがとうございます。まあ、今後ね、もう、正味1万人なんてもう、あれなんですよ。勝てとしか思ってないんで、俺はもう年内目標10万人もう目指してるんでね、もうそれができるかもしれないし、まあ無理かもしれないんでね、もう10年後か、はたまた来月にはもう10万人いってるかもしれないし、まあまあいろんなね、まあ俺もバウンティーラッシュがメインでやってるんですけど、まあいろんな、俺ゲーム実況者なんでね、やっぱり俺はバウンティーの人なんですけど、俺はもうゲーム実況者だと思ってるんで自分のこと、他のゲームもね、たくさんやっていきたいんだと思いますね。まあ1日今2本ぐらい投稿してるんですけど、もうちょっと本数増やしてもいいかなみたいな。マリオが終わったら、またなんかやりたいですけどね。エアホッケーの動画お前らあれ、YouTube で再生数そんな少ないけど、お前、TikTok だらま20万再生いってんだぞ。1万3000いいねぐらいもいただきましたからね。あ、でもそっから見てくれたらいるかな。まあ、結構そのね、俺のね、登録者今1万人いるんですけど、あのね、1万分の2000ぐらいが別の、昔やってた登録者だから、実質俺登録者8000人ぐらいなんですよね。バンキーラッシュのその、知ってくれた人がね。まあ、だから、ちょっとおーんって感じです。まあまあ、なんだかんだっすね。よくね、言われるのがね、まさしキャラでお前やってんの辛くないのかとか、義務で切れてるのやめないかみたいな。俺、そんなことないからね。俺、今、後取りだから別にこんな怒ってないけど、俺、ね、無理やり、怒ってるとかないからね、全然。俺は、思ったこと言ってるだけだから、わかるみんな。だって、このゲームさ、普通にイライラするでしょ、みんなも。もさ、イライラしない。だってさ、理不尽になんかね、ジャンケー後出しで、スキルやられて、あんな、うえーとかやられてさ、まあ、携帯壊すのはまあ、俺ぐらいだろうけど、まあ、では、ちょっと次の試合行きましょうか。第1試合が最初使ってたルフィとウタでした。第2試合目行きましょうか。2試合目ですね。今回はヤマトと、レイリーを採用させていただきます。ヤマトも俺これ最初の方から手に入ったからね、チケット1枚出てたんだよ。うん、よくね。うん、その時まだ YouTube やってなかったけど、あのね、キャラじゃないから安心して、俺普通に、ね、目上の人には敬語使うし、俺ゲームやってる時は、俺自分が絶対だと思ってるから。みんなもさ、ね、わかるでしょ？どんだけ間違ってようが、俺の中で正しいってもするんすよ。もう、ゲームなんてさ、そんな感覚でいいじゃん。だから俺はもう自由気ままにやってるんでね。お前らから何とも言われようが、俺は一切、俺、マジでアンチコメント一回も聞いたことないからね。もうだから、もう、お前らなんかな、NPC がなんかと思ってるからね。だから、なんか、コンピューターにさ、なんか言われても全然気にしないじゃん。そういうところだ。俺、メンタルに関しては無敵だから、俺、何言われようが、殺害予告なんてもう毎日来てるし、ね、死ねだろ、なんだろ、毎日来てますけど、俺も死ねって言い返してるし、イベントだから、そういう。殺害イベントだから、俺はイベントと思って楽しんでるんで、全然皆さんもね、俺のことも何なんか言ってますけど、気にしないで言ってください。やっぱり、ね、刺されるやつは、刺すやつは、撃つやつは、撃たれる覚悟もしないとダメですからね。まあそういうことですよ。まあ全然俺はキャラでもやってないんで、ごく自然体がこれなんで。まあまあ不快に思われる方も今おると思うんですけど、まあまあなかなかね、まあ人それぞれなんで、まあ見なければいいし、見ない人は、まあ見てくれた方が俺のお金になるんでいいんですけどね。あはは、おい、おー、てことなんですね。もうちょっとだんだん喋ることなかったんですけど、まあいろんなゲームをね、これからもやっていきたいですね。バウンティーラッシュもそうなんですけど、うん。
もうなんだろう、何やろうかなと思う。マリオ終わったらどうしようかなと思ってるのに。これスプラトゥーンとかやりたいんですよね。あと、その近いうちね、もう1万人いったんでね。あ、そうそうそう。お前らちゃんと俺ライブするから、スーパーチャット投げろよ。お前らの推しでやる、ね。推しの、ね。俺が1万人いったんだから、まあ、やっぱ推し活をする。それが、ま、やっぱ常識じゃないですか。ね。だから、5万円のスーパーチャットをポンポンポンって投げてくれたら、それだけでいいんで。俺はね、一応言葉だけでね、表情は感謝するけど、もっともっともっとって思ってるから、あー、ちょっと少ねえな。待ってごらん、そんな感じでやっていきますね。もうちょっとそれぞれ話すことなくなってきたけど。まあ、俺は本当にね、やりたいゲームやっていこうと思ってるんで、ラウンジラッシュも裏で俺めっちゃやってるんですよね。俺、なんだろうな、もうなんか、まあ、なんだろう、難しいんだけど、話すことないから、ちょっと、詰まってきたんすけどね。あと、お前らそうだ、同盟って勝手に入ってくんだよね、お前。邪魔くせえな、ほんと。うぜんだよ。あと、フレンド申請も送ってくんだよ。うぜえから。あい、うまい、これ、うまくない。この試合結構俺、レイリーガチでうまい、最強なんですよ。ザコどもがね、あいう、もう歌なんかザコなんですよ。俺は、うまい。うん。お前らバカで、俺ね、ネタで、最強とか言ってないからね。俺、本当に自分のこと黒波にうまいと思ってるから。ね。まあ、やっぱりその自分が最強じゃないゲームなんてやる意味ないんでね。はい。ちょ、待って。本当に話すことができた。まあね、いろんなことね、もう1万人というか、まあ、それこそ、ね、他の実況者さんとか、ね、よく絡んでくれてるんでね。まあ、正味、俺がね、もしまさしチャンネルのバウンティー言ったら、俺は絶対関わりたくないね。うん、やばいやつだからね。うん。なんか、もう俺が旗から見たら、俺はもう自分のことをこういうやつと思ってるからいいけど、俺がね、俺を見たらね、多分、普通に関わりたくないわ。うん。ははははは。視聴者もさ、やっぱキモいやつしかないんですよ。俺、他の配信者よく見るんですけど、ね、俺の名前を連投してるバカがいっぱいあるんでね、やめてくださいね。はい、次の試合行きましょうか。ラスト試合ですね。まあ、あと、超フェス？まあ、気になるのは、超フェス使わない理由何って言われたら、まあ、だから他のやつと被るのが嫌だからだよね。だってもう、思んないじゃん。ね。スキル打ったら勝つゲーム。まあ、実際そうじゃん。ね。こんなの先にスキル当てた方が勝ちなのに、ね、こんなんやったらさ、ちょっとでもね、相手の鼻をね、くじきたいじゃん。ちょ、なんかこんなキャラに負けるなんておかしいみたいな。まあ、やっぱりね、プロとしてね、みんなのそばでいる、スタンドバイミーということを心上げてますんでね。多分お金もないしね、超フェスなんて引くお金が俺ないんで、ゾロもね、欲しかったんですけど、もう手に入ってないし。もう、お金がないけん、無理なのガチャなんか引けないよ。あい、ここうまい、ジャスパイ。そう、最近これさ、カイドウもとかさ、うん。音をね、ミュートにしてよくやってるんですよ。カイドウこれ音がないと受けれないんですよ。もうほら、これ面白くなくないもん。シャンクスが一番もんね。ちなみにね、俺が今、そう、スタンドバイにキャラ使いとしてね、プロバウンターしてますけど、シャンクスは本当にね、面白くないね。あいつは死んだ方がいいと思う。過去キャラを全部殺してるから。もうで、そのね、シャンクスを倒すために超フェスがどんどん増えてくるんですけど、もうそれもちょっとね、まあでも、庶民、ナミとか、てかね、冗談抜きでナミとか、これガチで本当に冗談じゃなくて、ネタ抜きで強いですよ。ゾロとかも、庶民対面とかで絶対負けないから。だってさ、もうこれ、ゼウス出して、シビアの時にブリーズ10バンと落としたら一発なんですよ。これガチで本当に強いから、お前使っていいよ。うん。使え超フェスって飽きるだろ。そして、もうどうせさ、お前ら、やっぱお金ないからさ、80レベルとかで止まるじゃん。で、そっからさ、だいたい SS のさ、2000手前ぐらい止まる。もうつまんないじゃん、そんなの。うん。そう。だからさ、お前らももうちょっと、やれよ。超フェス、疲れたのわかるけど、もうちょっとさ、マイナーキャラに寄り添ってあげて、かわいそうじゃん。俺だから、いやいや使ってるわけじゃないからね。本当に俺好きで使ってるから。うん。俺だって今、世界1位だし、俺今、片栗多分世界1位だし、うん、世界ランキングね。で、他のキャラも結構500位、4回ぐらい入れてるから、俺、カヤメダルフルコンプしたいんだよね。あ、あれは世界メダルって俺つけようか、名前をね。これさ、これ、マルコなんのこれ、吹っ飛ばないのこれ。まあ、ビビカルとかも全然、これ、ま、惜しくも世界2になったんですけどね、このキャラは。まず、やっぱりね、いつかリベンジしたいと思ってますね。まあ、でも今はね、別のキャラ使いたいんで、どうしようかな。今シーズン終わったらね、何使おうかな。いろんなキャラ使いたいんですけどね、もうこれね、このゲームの仕様がしないんですけど、これ文句ね、文句悪いけど。あのね、下げランするやつは一番寒いからね、ほんと面白くないし。あのね、適正ランでみんな頑張ってんのに、なんかさ、100レベルでさ、S とか言うのバカなの。どう考えても100レベル使ってて S なんて、そうそう落ちないんですよね。普通にやってたら S なんてまず落ちないし、100レベル使ってるやつは SS にないとおかしいんですよ。ふざけんなよ、お前らみたいなゴミのせいでさ、面白くねえんだよ、ほんまにさ。かわいそうだよな、ほんとに。そのキャラがほんとに好きで頑張ってるのに、ね、C- とかでさ、きっしょい下げランしてるやつら。俺なんかさ、白ひげさ、上げようとしたけどさ、C+ のね、やつになんか無双しようやつで2人ぐらいになんか、偽バウンターなんとかってね、俺の名前を語ったクズに邪魔されたんですよ。マジでムカつくわ、ほんまに。
まあ、もうすぐ試合も終わるんですけどね、まあ、これからもね、まあ、よろしくお願いしますということね、お願いいたします。はい、いつもご視聴してる皆さんね、まあ、まあ一応 YouTube は、まあ、ありがとうございます、ね、まあ、これからもどうぞプロバウンドマッサージをね、よろしくお願いしますと思いますね。はい、この試合100点ですね。バイバーイ。マジでキモいわ。これもうなん、あかんってちょっとマジで。そう、あばあばあばほら、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 ほら